最期霊華は埼玉県出身の日本のアイドルでプロレスラーである。かつてはアイドルグループチアー1、現在はデッドリフトロリータの一員で芸能事務所ウォークに所属する。慶応義塾大学文学部を卒業した。2014年12月27日にレッスルマイナス1と K1 事務総本部がジェンスポーツパレスで共催した。 K-1 ジム総本部レッスル -1 主催前、スポーツパレス持ちつき大会ファン感謝祭で、レッスル -1 オフィシャルサポーター、チェアー1の現役 KO 女子大生新メンバーとして発表された。2015年3月10日に格闘技大会、クラッシュのラウンドガールである新生クラッシュガールズに選抜された。新生クラッシュガールズの3人は共に、チェアー1メンバーである。 2015年7月1日からベイフムサマーキャンペーンレポーターを務めた。6月21日にアマチュア格闘技大会第6回 K1 チャレンジ2015にゲスト出演し、8月に模様される第1回 K1 チャレンジ全日本大会へ選手として出場すると表明し、最初はダイエット目的でキックを始めたのですが、 クラッシュガールズになってクラッシュにのめり込み、自分もファイターとしてリングに立ちたいと思うようになりましたとデビューの理由を語る。15日にデビュー戦として第1回 K1 チャレンジ全日本大会 C クラス女子50キロ以下級でその山美里と対戦し、フルラウンドを戦うも1から2で判定負けした。肉体改造で得た右腕から出すフックを得意技とする。10月に レッスル -1 が設立したプロレス専門学校プロレス総合学院に帰省として入学し半年で卒業してプロデビューを目指す2015年4月からサポートコーノブレイ女子高等部で国語と日本史の講師を務める12月18日にクラッシュのラウンドガールを卒業するモクラッシュガールズは継続するデッドリフトロリータ2017年2月にレディビアードと 新ユニットのデッドリフトロリータを結成すると発表する。4月から毎月1回東京ビジュアルアーツと提携して主催ライブを実施する。2018年11月8日に2019年3月でチアー1を卒業してプロレスに専念すると発表した。チアー1で黄色を担当する。身長は高章で150センチメートルだが、再起はインタビューで 150センチメートルないくらいなんですと答えるほど小柄で、チェアー1でセンター1にいることが多い。体の小ささを感じさせないくらい他の人よりも大きく動いたり、ずっと笑顔でいたり、存在感を出せるように頑張っていきたいと思います。と、ダンスパフォーマンスで相当の運動量を見せている。筋肉トレーニングを趣味として、 格闘家としてデビューする以前から筋肉担当を自称していた。2015年夏から本格的に鍛え始めて、唯一無二の筋肉少女を目指している。漢字検定準1級、世界遺産検定2級で、世界遺産のビエリチカ岩塩園へ行ってみたいと語る。幼少の頃からやんちゃで活発だったが、小学生時代はまだアイドル願望がなく、プロレスは存在すら知らなかった。 中学高校時代はサッカー部に入りたかったが女子サッカー部がなくて帰宅部であった。大学で半日仮想を主題に卒業論文をまとめた。筋肉担当、元気やる気再起霊化です。をキャッチフレーズとしている。事務所加入前の2014年5月から11月までフリーのタレントとしてアイドルライブの MC や板野智美のミュージックビデオに出演した。 芸能界で活躍したい思いから一般企業へ就職せずチアー1に応募した。2015年に第1回 K1 チャレンジ全日本大会の出場表明会見で上腕二頭筋の力こぶを表すと人々の注目を集めたことから自分の筋肉を意識した。東京プリンセスオブプリンセス王座の試合で勝利するごとに試合コスチュームの腰に星を増やしている。ありがとうございます。